わざとご視聴ありがとうございます。うまくもないけど、下手でもないハムタでございます。リッパーちゃん。リッパーちゃんさ、推しの子の愛ちゃんに似てるよね。表情といい、動きといい。そして私の推しの子、弁天。推しの子で、今回はベジテパラ。楽勝で攻略していきましょう。なんで楽勝かって言ったら、やっぱちょっと悔しいんだよね。何が悔しいかって言ったら、私の最推しである弁天が、久方ぶりにガチガチで豪絶で活躍してるのに、使用率ランキングにすら載ってない。あっちゃいけないことだよ、これは。これはね、由々しき事態。まあ、つうわけでね、払拭すべく、今回は、弁天の強さと、その最強の相方であるジャック、この編成でいこうと思います。で、まあまあ、初手はあんな感じで動いて、1P 短縮します。はい、OK ね。1P 短縮しました。で、3P 何するかっつったら、縦勘。ここまではまあまあまあ、固定ムーブだね、完全に。完全固定です。で、ここで、あわよくば 3P の短縮をしておくと、3P も次動きやすいよねってなるけど、どこに出るか。おー、ワンチャン短縮できそうな感じ。ワンチャンいけるね。速度足りんかな。できればね、あー、届かなかった。短縮ができてればな、すごい気楽だったんだけど。まあ、頑張っていきましょう。こうなってくると、2P で短縮しなきゃいけないから、いいとこ止まってくれよ。あら、悪いとこ止まった。あ、行ったか。あ、いいとこ止まった。オッケー。ただできればリドラ処理し、リドラのね、処理をしてほしかったけど、まあしょうがない。こうやってね、ジャックで短縮をかけてあげることによって弁天が無限 SS です。で、無限 SS 何がいいかっつったら、もうね、めちゃめちゃ強いんだけど、これで今、火種結構痛いじゃないですか。火種が痛いな、そんな時。そんな時、弁天が言えば、あー、レーザーがってるでやめとこ。レーザーちょっとまずい。レーザー遅いからさ。ハマりゃね、HP マックスなんだけど。お、なんかお知らせ来たな。あー、強すぎた、強すぎた、やりすぎた、やりすぎた。まあ、十分だね。まあ、要はこれが弁天よ。ダブルキラープラス、スピード型プラス、ドレインプラス、ギミック完全対応になっちゃう。素晴らしい。なぜランキング外なんだ。不思議でしょうがねえ。短縮。OK。短縮を早めにかけておけば、ジャックも自由に動けると。はい。でね、なるだけジャック抜けしてあげれば、弁天がね、初手自由に動けるんで、いっちゃん強いっす。これでいけるでしょ。レーザー食らいながら、あ、秒殺しちまったぜ。強すぎた。あ、でこれで今ね、ジャックが自由に受けるターンが来たんで、ジャックもね、強いとこ見せていきましょう。このつくよみ、こいつさ、ハマりづらくないですか。めっちゃ俺はね、めっちゃハマりづらい。そんな時だよ、つくよみちゃんなんて。多分2パンかな、確か1段階目で。うん、 OK。 2回で倒せます。しかも1段階目なんで20に1回だね。雑魚処理には持ってこいだ。で、自強化も乗っかってるから、パン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 ストライクショット打っていくと思います。って感じだね。ここはまあ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 。そう、これね、HP0 突破が許されないステージなんで、まあ、ちょっと難しいとこだよね。ほら、大概のクエストってさ、HP0 突破してもさ、クエストのステージ、前ごとに回復するでしょ。これないんだよ。ないから、ちゃんとこうやってね、こういうとこも SS 打たなきゃいけないのがもったいないとこです。今私何の話したっけ？そう、言いたいことはいっぱいあるのよ。ごめん、実はこの動画撮るのね、今3回目だからね、何を喋って何を喋ってないかがわけわかんなくなってる。まあ、とりあえず弁天は強いよと。うん、弁天は強いよ、ジャックと相性いいよってことを分かってくればそれでいいや。あー、 HP 良くないな。これはあんまりないパターンだ。だいたい上にちゃんと座れてんだけどね。まあ、余裕の全回復。まあ、今回食らってなかったけども。で、ジャックはね、この雑魚処理はだるいです。すごい時間かかるんで、極論何もしなくていいです。強いて言うなら短縮だけど、まあ、3P 短縮かけようがないから、まあ、こんなんでいいか。まあ、倒せりゃラッキー。あ、倒したらラッキーだ。オッケー、いけたいけた。じゃあ、弁天で削っていきましょう。ほんとね、使用率ランキング外っつうのがもう悔しくて悔しくてしょうがねえ。なぜだ、
こんなムーブできるキャラいるかって思うんだけどね。あ、ミスったー。ちょっと指すれ、それちったー。これもある意味弁天ムーブ。食らいながら回復していく。結果的にそこまで食らわない。いいじゃない？これはこれでいいじゃない？短縮しづらくない？そこ。良くないなぁ。非常に良くない。そしたら、これ往復できるかな？オッケー。これでこれ HP が少ない。やばいじゃないですか。このクエストにおいて。さっき言った通り、回復しないから。弁天がいれば、何も怖くない。はい、全回復、お疲れ様です。これが弁天の圧倒的強みよ。で、これはちょっと短縮していきます。ガイドが助かるぜ、今日この頃。オッケー。で、あとはバハ倒してジャック。ジャックの SS2 段階目溜まったね。ジャックもいいとこ見せてくか。マジ、このガイドすげえ楽なんだけど。ハートのないステージってさ、きついけど、こういうのが分かる、助かる。はい、HP ごちそうさまです。で、ジャック・ザ・リッパー。まあ、この子はね、でも使用率ランキング6位入ってたしね。さすがモンスターストライクの推しの子。で、短縮かけよう。油断はよくねえや。3P に短縮をかけつつ。はい、この削り。2段階目はやばいよ。ジャック2段階目はマジでやばい。よし。で、ボス戦いきましょう。で、ボス戦からさ、このボスも削りづらいじゃん？それもね、ジャックで何とでもなるから。これどうすっかな？隙間入ってく？でもレーザーめっちゃ食らうんだよね。レーザーめっちゃ食らうけど隙間入るで。大概そう。私毎回ここでね、こうやって引っ張って、ボスのあれ食らっちゃうんだよね。よくないよくないよくない。大概ムーブを間違える。はい、HP ごちそうさまでーす。美味しい。で、ジャックでサクッと処理をして、抜けていきましょう。ほんとね、結構ね、リドラの、このレーザー見れるんだけど、ボスのね、拡大爆破弾、広角で私見落とします。いや、なんでやねんって言われたら、それ前だけど、なんかね、見落としちゃうんだよね。はい、そしたら、ボス覚醒入りました。でも、どう動いてもドレインできるから、神。マジで、このクエストでドレインはね、あっちゃいけないもんだよ。まあ、だからこそね。ん？だからこそなんだ？ダメを貼られてんのか。これがね、ワープだったらね、ちょっと待って、ちょっと待って、これ。次ジャックで、いや。これは食らっちゃうかな。そう、このボスね、俺ほんと削りづらいと思うんだよね。下なら当たんねえよな。めっちゃ削りづらい。まあ、十分だね。OK。したら短縮で動くか、一旦。次の攻撃が痛いんで、あんまり左目はもらいたくないんだよね。3P の短縮か、きついな。これが一ちゃん平和か。うわ、それた！いけ！オッケー、短縮した。これが素晴らしい。ジャック・ザ・リッパーナイスすぎる。で、これは隙間入れねえか。天使で一跳ねして戻ってこれるかな？無理かな？無理っぽいな。そしたら、いや、上はないな。また隙間狙うか。あ、弁天損。ああ、俺がミスった。よくないわ。よくない。じゃあ、2P のジャックの SS 抜けていきましょう。そう、ジャックのいいところです。私みたいな PS ナイクソ野郎でも、SS で削ってくれるんだ、これがまた。1P の短縮もしたい。
私は欲深いんです。あぶねー、ソウルスティー M、 ごちそうさまでした。はい、じゃあボスにやっていきましょう。ごめん、結構楽勝で勝っていけると思ってたけど、そうでもねえな。いや、1回前に取ったのがね、超良かったんだよね、道中噛みつたんだよ、ずっと。あ、奴隷抜けちった。いやー、もったいないことしたな。まあ、しょうがねえか。そしたら、まあまあまあ。これでいっか。いいね。机読み処理が楽だぜ。で、HP 弁天全回復して、あ、ヒダメが痛い。ヒダメが痛いけど、あ、これはまれるか。多分こんなもん。レーザー食らいつつ全回復。ごちそうさまでーす。全回復はしなかった。ごめん。レーザー舐めてた。ちょっとレーザー舐めすぎた。はい、暗転。覚醒。からの HP 短縮でいいかな。あ、いいね。こいつは素晴らしい配置だ。ごちそうさまでーす。よし。じゃあ 3P でうまい具合に。うまい具合に行きたいけどもだ。はい。これね、カウンターキラーのダブルキラーがね、見づらいんだよね。要はさ、弁天って、カウンターキラーと闇属性キラー持ってるじゃん？だからカウンターキラーをもらってる時が表示が難しいんだよね。難しいから存在しないんだよね。見てるしかないってことね。そしたら、3P の短縮したいけど、この角度はちょっと怖いな。いける。つまんないよって。OK、短縮決まって倒していく。100点満点。いや、まあ、ジャック強えな。推しの子。あ、ごめん、全然話し忘れてたんですけど、この間推しの子のアニメ見たんですよね。プロローグと、今日2話目見たのか。プロローグマジ泣くわ、あれ。泣いた。いや、もともと原作は見てたんだけど、にしても泣くわ。これはレーザーがちょっと、待って、これ嫌な位置にいるな。チョッパー使っとくか？大丈夫かな？はまれ、バハギ。あー、ミスった。まあ、ミスったけど、しゃあなしやな。そしたら、ここで回復していきますか。だね。の。多分、その HP ならこれで削れるべ。あれね、つくよみ。これで読みちゃん持ってって。OK。おお、それは想定外だわ。それは想定外。まあ、ありがたいけど。だこれね、ボス覚醒するとダメを張ってくるのよ。それまではダメを張ってこないから、ワンチャン2段階目貯めようかなと思ってて、私の目論見はもろく崩れたね。もろく崩れ。そしたら、あ、まだ張ってこなかった。ただもう打ってっけどね。はい。いやー、はまり一番悪かったな。やっぱね、技術だよね。こういうのは技術。だからジャックが助かる。ジャックに助けられる。どうするかな？でも、場所いいからな、HP が。あ、ジャックも生かしたいけど、ベンテの2段階目をそこにぶち込みたい気持ちが溢れた。そう、これができるのもね、ジャックのいいところ。
弱点愛されねえ。弱点に愛されねえな、おい。あー、下手に打つと削られちゃうな。右か。弱点なー、下くればなー、今めっちゃ良かったんだけど。あー、今回ばっかりはジャックに花を持たせるつもりだね、弁天も。しゃーなしやな。そしたら、まずい。ボスでぐだると思わなかったな。チョッパー使って、なりてえしたんだけども、頼みます。次の攻撃言いたいんで。まあでも弁天はね、とりあえず動けば回復するから。いやー、もっとブリブリ削ってくる予定だったか。やっぱあれか、紋章ついてる弁天を 見慣れすぎたね。待って、これむしろやばない。行ってくれー。はい、オッケー。なんかちょっと微妙かったけども、ごめん。もうこのクエスト時間終わっちゃったんで、これでアップさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。弁天、できれば次は使用率ランキングに乗ってくれてると私は嬉しいです。マジで。じゃあ、バイバイ。